り寝たのに疲れが取れない理由ベスト3。今日は質問いただきました。ポケモンさん、63歳女性。よく寝たと思って起きても体はだるいです。血液検査とか特に異常ありません。どのようにしたらテキパキ動けますか。睡眠をきちんと時間は寝てますけど、なんか次の日疲れてますとか、一応ある程度睡眠もぐっすり寝た感じはあるんだけど体がちょっと疲れてますっていう方はいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですね。それなりに時間と質はある程度やってるつもりなんだけど、なんか朝起きた時に体がだるいなとか、昨日の疲れが取れてないなという方がいらっしゃると思います。その人たちの理由というものをベスト3形式でお伝えしたいと思うんですけども、よくありがちなベスト1はスマホ脳という本をもう一度読み直したこともありましてですね、スマホというのは改めて健康によろしくないな、やりすぎね、スマホのやりすぎというものは健康に良くないなというふうに思う昨今でございますけど、一番良くないのは夜にスマホをやるということですね。特に寝る前2時間ぐらいにスマホをやると、するとどうなるかっていうと、スマホっていうのはブルーライトという青系の波長、ブルーライトとは何かというと、朝散歩の時に目が覚めるのがブルーライトです。朝起きて朝散歩に行きます、青空のもと気持ちがいいなっていう時に出る青空の波長がブルーライトでございます。ということで夜の10時とか11時寝る直前とか布団の中でスマホを開くとどうなるんでしょうか。ブルーライトがパッと目の中に入ってまいります。そうすると脳はどう感じるというかというと、朝7時だっていう勘違いするわけですね。そうするとメラトニンっていう睡眠物質、眠気の元となる物質をぶっ飛ばすわけですね。あ、8時だ、メラトニンさん、あんた必要ないからあっち行けボーイって言ってメラトニン出なくなっちゃう。せっかくこれから寝ようかなと思って眠気が出てた頃がブルーライトによって眠気がなくなってしまう。もう一つ、朝だと思うとですね、人間の体はコルチゾールっていういわゆるストレスホルモンっていうものを分泌するんですね。コルチゾールってなんかカバさんの動画とかをいつも見てる人、何か悪者、ストレスの原因となるような悪者物質のように思うかもしれませんけど、朝コルチゾールが出るのは全ての人が出るんです。コルチゾールってのはコーヒーみたいなもんで、朝コルチゾールが出るとこれから一日バリバリ頑張りますぞっていうことで血糖を上げてですね、体の働きをバンバン高めていくモーニングコーヒーのような物質がコルチゾールなんです。それは昼間高いのはいいんですけど、夜間に高いとですね、これから頑張りますぞ皆さんっていうことを全身にお伝えする物質なんですね、コルチゾール。それが夜の11時とか12時に出ちゃうとどうなりますかっていうと、寝られなくなりますわね。それは血糖が高くなってしまう。コルチゾールが出ると血糖が高くなるとどうなるかっていうと、成長ホルモンが出なくなります。成長ホルモンっていうのは実は血糖を上げるホルモンでもございますので、脂肪を分解して血糖値を高めるのが成長ホルモンですから、血糖が高くなってしまうと成長ホルモンが出ない。成長ホルモンというのは疲労回復ホルモンですから、疲れを回復する。なので寝る前にスマホを見ると成長ホルモンも出ないし疲れも回復しなくなるですね。翌朝だるいっていうのは皆様の夜スマホのせいかもしれないので注意してください。しっかり寝たのに疲れが取れない理由ベスト2は食事。まあ、寝る前2時間以内に何かしか食事をするとですね、血糖が高まりますね。血糖が高くなると今言いましたように成長ホルモンが出ない。成長ホルモンっていうのは疲れを取り除く、疲労回復に非常に絶大な効果がある物質なのですが、それが食事をして血糖が高い状態で寝てしまうと出ないということになってしまうので、疲れが取れませんよっていうふうになってしまう。だから寝る前の食事ってのはよろしくないですね。あまりにも空腹すぎても眠れないっていう人もいらっしゃるかもしれないですけども、寝る前30分とかに何かあまりバクバク食べたりするっていうのは非常によろしくないってことが言えます。ベスト3は飲酒ですね。お酒を飲む。これも寝る前2時間ぐらいにお酒を飲みますとどうなるかっていうと、寝てる間に肝臓でアルコールを分解するという作業に入らなきゃいけないわけですね。そうすると体に転がってるのに肝臓さんはずっと一晩中働き続けてるという。肝臓だけが働くってことないから、肝臓とその他の内臓も働いてるってことになっちゃうんで、内臓が休まらないと。肝機能が低下しますと全身のだるさとか体が重たいとか全身倦怠感の原因になるんですね。だからあまりお酒をたくさん飲むとお酒の処理で肝臓が疲れちゃうんですね。通常の肝臓の役割というのもあります。解毒の役割とか、その糖分をグリコーゲンにね控えたり、抗代謝の影響っていうのもあるし、肝臓は肝臓内の役割があるんだけど、お酒をたくさん飲んだり寝る前に飲んだりすると肝臓が疲れてしまう。そうすると疲れが残ってしまうということが起きえますよね。ということで皆様方も十分寝てるはずなんだけど、朝起きた時に体がだるいとか疲れてる、疲れが取れてないという人は、まず寝る前のスマホ、ブルーライト、もう一つが寝る前の食事、もう一つが寝る前のお酒、この3つですね、当てはまってないかどうか注意してください。改善していくと意外とすっきりと深い眠りに入って疲れも取れやすくなるのではないかなというふうに思います。特にメンタルで治療中の方とかはね、先ほど言いましたスマホとか寝る前の食事とか、そういったことは特に注意してほしいなと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。